両山古墳は和歌山県橋本市小定にある古墳。形状は円墳。和歌山県指定史跡に指定されている。石室開港部和歌山県北東部、木の川中流域の北岸の丘陵先端部に築造された古墳である。かつては墳球場に両山の上社が鎮座した。これまでに数字の発掘調査が実施されている。墳形は円形で、 直径約46メートル、高さ約6メートルを測り、塩墳としては、和歌山県で最大規模になる。墳球は3段蓄成。墳球表面では吹き石、円頭埴輪列が認められるほか、軽症埴輪が検出されている。墳球周囲には、集合が巡らされており、集合は幅約6メートル、外包みは幅約4メートルを測り、古墳全体では、 直径約70メートルにも及ぶ。主体部の埋葬施設は、横穴式石室で、南東方向に開口する。石室は、割石の小口積みで急に持ち送り、石室内部には、石色顔料が塗られる。石室内からは調査の際に、真が玉、下玉、ガラス玉、鉄刀、鉄剣、鉄槍、鉄属、鉄譜、鉄製蛍光、鉄製小ザネ、末木。製 弾きなどの多数の副層品が検出されているが、現在ではその多くが散逸している。この量産古墳は、古墳時代中期復興期の五世紀伐用マイナス六、世紀初頭頃の築造と推定される。当該時期における、木の川中流域の市長母として重要視される古墳である。なお、被葬者に関しては、時期は異なるがかつては、坂の上の田村麻呂とする伝承があった。 古墳域は1968年に和歌山県指定史跡に指定されている。現在では石室は崩壊を防ぐため砂で充填した状態で保存されている。ありがとうございます。